モティベーターは、イギリスで生産、調教された、競争馬。父文獣の初年度産区として2005年に、エプソムダービーを勝ち、BHB 賞年度代表馬を受賞するなど、活躍した。2003年のタタソールズオクトーバーイヤリングセールにて7万5千ギニーで購買され、2004年8月に、イギリスニューマーケット競馬場の2歳未勝利戦でデビュー。 ヒーレン・ファロンを安状に6馬審査の圧勝を飾ると、続いて出走した10月の G1、レーシングポストトロフィーも2着に2馬審査をつけて、解消し、翌年のクラシック有力候補に躍り出る。3歳となった2005年は、エプソムダービーの前哨戦である G2 ダンテステークスから始動。これまでの2戦で手綱を取ったファロンから、ジョニー・モルタに乗り換わっての出走だったが、 難なく勝利を収め順調な滑り出しを見せる。そして迎えたエプソムダービーでは、後一一層から危なげなく抜け出して二着を五馬身突き放す圧勝。無敗のダービー馬に輝いた。次層にはアイリッシュダービーも候補に上がったが、陣営はエクリプスステークスへの出走を選択する。このレースにはフランス二冠を制したシャマルダルも参戦を予定しており、 モチベーターとの対決が注目された。しかし、シャマルダルがレース前日に故障し回避、引退したために、この対戦は実現せず、ライバル不在とあって、モチベーターの勝利は、濃厚と見られた。ところが、レースでは、序盤から先行したもののゴール前で2歳児の、主戦キイレンファロンのカルオラトリオに捕まりハンバ審査の2着に、敗れ、デビュー以来初の黒星を喫してしまう。 レース前にはこの後、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベース・ダイヤモンド・ステークスへ向かうプランもあったが、敗戦の影響もあってか出走は見送られ、シーズン後半に備えることになった。秋はまず、アイルランド・レパーズ・タウン競馬場のアイリッシュチャンピオン・ステークスに向けて調整される。主戦のムルタが、起乗停止処分を受けたため、陣営は代役として、ラン・フランコで通りに起乗を依頼。 デッドオリも一旦はこれを受諾した。しかし、レッパーズタウンが、晴天続きで、固いババとなっていたことを懸念した陣営は、当日のババ状態次第ではこのレースを回避すると発表。デイナが流動的になったことから、結局、デッドオリは、同日に、イギリスで行われる、セントレジャーへの騎場を選ぶ。その後の降雨により適度なババになったと判断され、 ケビンダーレイとのコンビで出走したモティベーターは、先行作から早めに先頭に立ったが直線でまたしてもオラトリオにハンバー進化はされ、2戦連続の2着に敗れた。このレースの後に2005年限りで現役を引退し、シュボバとなることが発表されたモティベーターは、安城に再びムルタを迎え外戦紋章に臨んだが、直線で一度は先頭に立つもラストの伸びを書き、 同じ門13区のカチウマハリケーンランから約4馬身、離された5着に終わる。その後、ブリーダーズカップターフ出走に向けての調教中に、後足の筋肉を痛める怪我を負い、同レースを回避して引退した。エリザベス2世が所有する、ロイヤルスタトにて種ボバ入りし、2006年から強要される。初年度の種付け量は2万ポンド。 しかし全く活躍場が現れず2012年には種付け量が5000ポンドにまで下落。2013年にフランスのケスネー牧場に移動、この年の種付け量は7000ユーロ。ここで2013年2014年の外戦文章を連覇した歴史的名品、トレブを出したことで一気に評価が回復。種付け量も1万5000ユーロまで回復した。しかしその後が続かず。 2019年の種付け量は再び7000ユーロへと下落した。ありがとうございます。